はい、どうもゆうきです。パワポケ静止実況 R 初期能力縛りでパワポケ6裏実況プレイ続きやっていきましょう。続きというかね、ちょっと表とつながってる感覚なんで続き感覚にはなっちゃうんですけど、パワポケ6の静止というのがこちらの社会人野球編で大帝国キラーズに負けた後幸せ島に送り込まれるというのが静止なんですよ。で、静止上だとメカカメダも倒してるし、トシオくんも倒してる。今、ドミオと混ざりそうになったな。トシオくんも倒してるっていうことなので、一応どちらのエンディングもちゃんと見ていく形で実況していこうと思います。よろしくお願いします。でね、正直6裏はめちゃくちゃ面白いんですけど、投手の方が楽なんですよ。小杉バンクっていうのが使えるんで、まあ、圧倒的に楽なんですけど、いかんせん表でファーストでやっちゃったんで、同じようにしておかないとね、これ、ちょっとおかしなことになっちゃうね。おかしなことっていうか、表から流れてきた主人公にならないんで、こちらでやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。いや、6は裏はね、かなり好きなストーリーなので、ぜひともパワポケ R6 ぐらいまで出て、この6裏もリメイクしてほしいなと思うんですけど、ゴンゴンゴン。ああ、俺たち一体、どこまで連れて行かれるんだろう。長い後悔だな。本当だよな、大帝国キラーズ。わざと負けたんだぜ。辛かったよな、お前も。幸せ島って一体どんな島なんだろう。ここは、ここが幸せ島なのか？出た、マコンデ。ようこそ幸せ島へ。諸君は幸せだぞ。こんないいところで働けるんだからな。それじゃあ宿舎まで。駆け足。あれ、山田くん？山田くんじゃないか。え、誰のことでやんすか？オイラの名前は落ちたでやんすよ。い？まあとにかく仲良くするでやんす。この島でわかんないことがあったら何でもオイラに聞くといいでやんす。落ちたくんも意外と長く出るからね。次。はい、ゆうきです。この島は我々 BB 団が管理しておる。ここに来た者は畑、工場、鉱山の3カ所で働いてもらうことになる。BB 団って最初聞いた時さ、小学生だったからさ、あ、なんか鉄砲からパンパン出るやつって思っちゃいましたよね。公園でよく怒ってるやつって。そして、労働の引き換えにもらえるクーポンペラを借金分集めれば日本へ返してやろう。お前の場合1000ペラが必要だ。え？あの野球は？わしの話を最後まで黙って聞け。お前のような野球選手候補は他の収容者と違って10日ごとに野球のテストを行う。その結果によってはペラを渡そう。ただ能力上げらんねえからな、平気かな。結構テストを当てになんないよね。テスト当てになんないし、小杉当てになんないからかなりきついと思うんだよね。またテストの結果が良好ならチームブラッドバタフライに所属してもらう。普通に働くよりもずっとペラの入りがいいぞ。だが基本は島での労働だ。お前は江川の班に入る。お江川。はい、副所長様。この新入りを連れて行け。島での細かい生活上のことは今後、この江川班長に聞け。はい。わかりました、副所長だ。それから我ら BB 団に逆らうことは許さんぞ。うっせえ。貴様なんだ、その反抗的な目は。だって、ヘルガの好感度あかんだもん。そして、困るよ、ゆうきくん。この島での支配者は彼らで、私らは弱い立場なんだから。今後、ああいう反抗的な態度はしちゃダメだよ。えい。ああ、それから私のことは江川班長と呼んでくれたまえ。他の者への示しもあるからね。江川班長も借金かなんかで？ある銀行の部長候補だったんだけど、私の出世を妬んだ奴にはめられてね。そうですか。だがね、この島も慣れてみると結構いいもんだよ。この島に来ても8年になるけど、長えわ。え、8年も？あ、部屋に着いたよ。おい、親友のゆうきくんだ。あ、さっきの人でやんすね。よろしくでやんす。それにしても山田くんに似てるな。まあ、とにかくよろしく。最初は畑か工場か鉱山で働くのがおすすめでやんす。いきなりリフレッシュ後へ練習場に行ったら BB 団に目をつけられるでやんすよ。目をつけられる？仕事をサボってると思われたら処分されるのでやんす。処分。言ってって、どうしたマコンデ？新入りを殴って拳でも痛めたか？あの勇気とかいうやつ反抗的です。何よりまだ目が死んでいない。そのぐらい元気でないとこの島じゃ長持ちしないよ。いやでもさ、なんか8年いる人がいる中でこの人100日で出ようとしてるってよっぽど早いよね。鉱山に来たぞ。ここでの仕事はすごく力がいりそうだな。しかし一体何を掘ってるんだろう。ここで生き延びたいなら細かいことはあまり気にしない方がいいでやんす。ところでゆうきくんはこの島での仕事は初めてでやんすね。仕事のレベルについてはこれ僕が説明します。仕事のレベルっていうのが基本楽な仕事、普通の仕事、きつい仕事っていうのがあって、
楽、普通、きついの順番で給料が上がっていくんですよね。ただ同じように気力のダウンが大きくなるのと自己率が上がっていきます。で、気力がゼロになってしまうとゲームオーバーですね。あとは楽な仕事とか仕事のレベルが低い方が筋力とかこの能力値自体は稼げるんで、強い選手を作るときは楽な仕事とかの方がおすすめです。あとはね、何回も仕事をしてるうちに給料っていうのが上がってくんで、最初は楽な仕事とかで給料上げつつ、給料上がりきったらきつい仕事っていうムーブもできますね。まあそんな感じですかね。あ、OK、仕事終わった。あれ、道具が出しっぱなしでやんす。また小杉でやんすね。小杉？そう、あの小杉でやんす。元プロ野球のスター選手だったんでやんすが、スランプを苦にして。せやな。ほらよ、片付けとけばいいんだろ。今はあの通りでやんす。これね、5の静止って、5の表の静止って小杉に勝って小杉となんかうまいこといくルートなんですけど、日本一になって。ただ送られてくるんですよ、ここに。ただ送られてくるんですよね、なんかわかんないけど。黙れ、ボンダのくせに。まあ静止はね、本編じゃありえないルートとかもありますよって公式で歌われてるんで、そういうことなんでしょうけど。だから、オイラ落ちただって何度言えばわかるんでやんす。一体何の騒ぎです？暗がりさん。あなたは、もしや潜らずにいた？は？いえ、違いますよ。ああ、そうですよね。あの人がこんなところに来るはずなんかないですよね。あなたは？ああ、私ですか。暗がりというものです。こう見えても、以前はプロ野球の選手だったこともあるんですよ。あ、黒がり。ああ、小杉くん。小杉くんだ？小杉さんだと何度言ったらわかるんだよ。とにかくお前だろ、道具を出しっぱなしにしたのは。え、あれは小杉さんが置いておけって言ったんじゃ？んだと？まあいいや。その代わり10ペラよこしな。え、10ペラ？どうして？いいからよこせよ。よこせよ、デパートじゃん。クラガリさん、そんなもの渡す必要ないですよ。んだと？こら、就寝時間に何やっとるか。いっけね。いいか、10ペラだぞ。なんなんだ、あいつは。本当だよ、なんなんだ、あいつは。じゃあ、幸せな畑に行きましょう。幸せそう畑に来たぞ。これが幸せそうなのか。何のためにこんな草を育ててるんだろう。何度も言うようでやんすが、ここで生き延びたいなら細かいことはあまり気にしない方がいい。特にこの畑はダメですね。細かいこと気にせずに、しっかりとね、草を育てておきましょう。やっぱ草いいですよね。起床！全員洗面所に並べ。あー、眠い。うわ、なんで人の顔見て驚くなよ。いや、驚く形状の顔してんねよ、お前。あ、ごめん。この前来たやつだな。俺、フグリ。お前も借金したのか？え、ちょっと勝負に負けて。この島に来るやつは大体そうさ。借金が返せなくなったり、賭けに負けて売られたり。まあ俺は違うけどね。てか日本怖すぎだろ。というと、俺はこの島に流れ着いたの。この島の秘密を知った者はとかなんとか言われて他の奴らと同じ扱いさ。ああ、母ちゃんどうしてっかな。ん？島の秘密？おい、この島から出て行った奴は本当にいるのか？ああ、俺が知ってるだけでも何人かいるぜ。あ、洗面の順番が来た。じゃあどうしてこの島のことがマスコミに取り上げられないんだ。まさか出て行った連中は、ここにもね、からくりがあるわけなんですよ。じゃあ兵器工場行きましょう。兵器工場で働いた経験とか結構なことしてるけどね、この人。未来から来て草を育てたり、兵器工場で働いたりしてましたって履歴書に書いたら、まあやべえやつって思われるか。こういう作業は輪切りで慣れたつもりだったんだけどな。あ、これゆけ、ちんたらやってっと怒りのプラスチックハンマーが飛ぶぞ。三谷さん、投げた後で言わないでくださいよ。あ、悪い。先に手が動いちまった。まあ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 、そういう時もありますよね。やめとけ。ちょっとね、もう一回兵器工場行っとくか。威力的に、ちょっともう一回きつい仕事しときたいな、ここ。50ペラ取っときたいから。お、ビール飲んでる。あれ、缶ビールなんか飲んでる。そういえば、ペラの交換所にあったな。結構高かったような気がするけど。ん？なんだよ、ユキ、ビールならやらんぞ。今回、能力上げないっていうのもあるんで、兵器工場基本行って、三谷さんイベントも起こしとこうかと思います。いりませんよ。はい、仲間評価上がる。君、10ペラ。あー、そうだ、このイベント忘れてた。先にギャンブルしときゃよかった。もらえたのにお金。いや、君、10ペラないかい？ありますけど、ちょうどよかった。ちょっと貸してくれないか？後で返すからさ。いいですけど。渡辺さん、早く返してやんす。あ、はいはい。10ペラ確かに返してもらったでやんす。いやー、助かったよ。そういや、君、新しい人だよな。名前は？ゆうきです。ゆうきくんか。俺、渡辺。よろしくな。はい、仲良くなって。もう、ここね、お金なかったら逆にくれるんすよ。ちょっとリフレッシュしてくるわ。リフレッシュ小屋？落ちたくん、ここは何をするところだい？ここは名前の通りリフレッシュするところでやんす。人間、たまには息抜きをすることも必要でやんす。気力が下がってきたらここで気分転換するといいでやんす。なるほど。さて、ちょっとビデオとかやりたいんだけどね、余裕があったらって感じかな。やっぱ沙織ちゃん人形でしょう。やっぱ口がリアルな。何に使うかって話なんですけどね、この口を。あれ？
隣はフグリだったのか。どうしたんだ。俺ビデオがもう来た。ランダムなのにこれ。俺ビデオを借りてみたんだけど、墓場でひたすらゾンビが踊ってる映画だったんだ。なんだそりゃ。どうやら時々ハズレのビデオを渡されることがあるらしいんだ。そんなのまだいいでやんす。オイラの方はいろんな色がぐるぐるは動いて混じり合うだけのビデオだったでやんす。それは環境ビデオの一種だな。生活がマンネリ化しないようにと副所長のお心遣いだ。余計なことを。今日の私のはノイズの画面の向こうで女の人がずっとこっちを見てるビデオでしたよ。あれ意味がわかりませんでしたけど結構怖かったですね。あれそんなビデオあったっけ。結構怖い。女の人じっと怖いよ。小杉、グラウンドの整備サボっただろ。ああそういや俺の当番だったっけ。悪い悪い忘れてた。次から気ぃつけるよ。小杉って何でもいい加減だよな。それに何度言ってもオイラのことボンダと呼ぶのが気に入らないでやんす。話してみましょう。おい小杉、なんだよ。いつも君は落ちたくんのことをボンダって呼ぶけど、ボンダって誰なんだい。ボンダはボンダだよ。俺の二軍時代の知り合いだ。そんなに似てるのかい。そりゃもう外見も中身も本人としか思えないぐらいだぜ。まあ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 、まあ、でも本物のボンダはモグラーズで活躍してるはずだしな。ボンダに会いたいのかい。会ってもあいつは俺だとは気づかないだろうな。え、それって一体。さあね、どういう意味かは秘密だ。オッケー。でも小杉イベント来たのはありがたい。そうしたら能力上げらんちがうろつきで、そうだな、ペラ50ちょっと稼いどきたいな。怖いからプレイルーム、僕うまくいくときはうまくいくんですけど、最近これやってなかったんでちょっと自信ないんですよね。これもう一回働いとくか。さて今日は仕事が早めに終わったし、食事までしばらく時間があるな。ここは昼寝にしときましょう。よし、昼寝でもしよう。あ、オイラも一緒にするでやんす。なんだ、俺と一緒に寝たいのかい。あれ、女の人だ。しかも BB 団の服を着てるぞ。バカ、あれは所長だよ。え、おい、そこのヤパーナ、私に何か用か。なんでもないです、所長。おう、適応力があるな。いい心がけだ。生き延びてみせろ。いや、かっけーんだヘルガさんが。かっけーし美人なんだヘルガさんが。んじゃもう一回兵器工場行って。 7% だったら。なんか6裏ってそんなに事故んないかと思ったらちょいちょい事故るんで怖いんですけど。おい、そこのあんた、なんだい。実は仲間が仕事途中で倒れちまったんだ。そいつの道具を宿舎に運ぶのを手伝ってくんねえかな。まあ、5ペラでやりましょう。仕方ないな。ちゃんと金はもらっときましょう。こういうの大事なんでね。ちゃんとコツコツ稼いでくって大事です。さあ、行くか。おや、なんだここは。いらっしゃい。あら、初めて見る顔ね。ここはプレイルームよ。3つの仕事を全部すると、1回プレイする権利がもらえて、ここに来ることができるようになるの。プレイ?何をプレイするんだい?ああ、なんかやらしいこと考えてるでしょう。いやー。普通に簡単なゲームをして当たれば商品がもらえるのよ。でもただじゃ遊べないわよ。いくらいるの ?1 プレイ10ペラよ。やってみましょう。ルール説明は別にいらないです。アップダウンのゲームですね。サイコロを3つ振って、今12って表示されるんですけど、最初にこの小か大を選んでおいて、3つの合計の目が12未満だったら勝ちで、そこに出た商品もらえるって感じで、一回やってみましょうか。ちょっと端っこが6率高かったんだよな。だからこの辺で4、やべ、3、あ、ちょっと待って、7、7、7、7、4以下だったら勝てる。うわー、三振取ってもうた、いらねえ。で、これ自分の好きなタイミングでやめることができるんですよ。で、やめた場合、お、10、いいね。え、やめた場合、そこまでに取ったアイテム全部取らなかったことになるんで、このマイナスアイテム2個、あ、やべ、台選んじゃった。2個取ったのもチャラにできるから、結構ありなんですよね。あ、端っこ1パターン、これ。じゃあ右端かこれ。右端6パターンか。うわー。でね、割と端っこが1か6のパターンあるなって最近思ってきたんで、ちょっと目押しの練習とかもしてるんですけど。お疲れ様でした。さてと、それじゃ帰ろう。まあ三振取ってたからいいかな。うん、なかなか難しいな。け、いいゴミ分だぜ。こんな南の島まで流されてきて、それでもギャンブルとはな。まあ間違いない。それは間違いない。おい、みんな聞いてくれ。明日江川班は試合だ。やったー、やって野球ができるぞ。工場や畑で働くばかりで不安になっていたところだよ。あれ、みんな、お前は初めてだから仕方ないよな。いやー、俺も高校時代は野球バカだから野球ができるってのは嬉しいんだ。まあ4の相手でしたね。パワポケ4の相手の高校でしたけど、相手は BB の一軍なんだ。まあ BB ってのは BB 団じゃなくて野球チームのブラッドバタフライのことだぜ。それがどうして問題なんだ。試合で活躍するとペラがもらえるんだ。でも試合に負けると全員がペラを取られる。だから試合で活躍できないとペラを取られるばかりなんだ。試合に勝てばいいんじゃないのか。無理無理、絶対勝てねえよ。実力が違いすぎるって。こうなったら俺が活躍してみんなの戦う気持ちに火をつけるしかないな。まあ、やる気があることはいいことなんですけど、そう簡単には問屋が下ろしてくれないわけなんですよ。
とりあえずもう一回プレイルーム行きたいから全体的にやっておいて、よし今日は試合の日だ、おーやってやるぞ。おい江川。はい、何でしょう副所長様。あいつずいぶん生きがいな、わかっとるよな。もちろんですとも。はい。そして、え、あれ俺って控えなの。まあ死因は黙って見てろよ。そうそう。そして、試合終わっちゃいましたけど、しかもボロ負けで。いや申し訳ない、君には期待してたんだよ、ここ一番のチャンスで代打に送ろうと思ってたんだが。そうなんですか。おい、2軍の連中は試合に負けたから全員50ペラ徴収だぞ。はいはい、しょうがないでやんすね。今日は俺マイナス30だ。え、俺も払うの。当たり前だろ、お前も2軍なんだから。でも俺は出てないよ。ああ、そうみたいだな、決まりだから諦めな。これがねちょっと厳しいんですけど、黙って払っておきましょう。どうぞ50ペラです。うむ、言ってよろしい。結構僕犬レベルが減っちゃうことが多いんで、ある程度稼いどきたいんですよ、犬レベルを。その夜、ちくしょう、だが俺は負けないぞ。この犬レベルも100になるか0になるとどっちでもゲームオーバーになっちゃうんですよね。なので適度に保っとかなきゃいけないんですけど、意外とガーンって下がるイベントとか結構あるんで怖いんですよ。さあ、じゃあこれでリフレッシュ小屋一回行っといて、ヤギは高いからな、まだヤギは高いよな、沙織ちゃんにしておこう。沙織ちゃんで回復。なあフグリ、君はこの島に流れ着いたって言ってたよな、乗っていた船が沈んだのかい。ぎっくーそうだっけ。聞いてみましょう。どうしてそんなに動揺してるんだ。そういえば船が沈んだのなら捜索とかありそうなもんだけど。せえな、どうでもいいじゃねえか、んなことは。怪しいな、何を隠してるんだ。この島隠し事がいっぱいですね。ただ気力5を回復したのはありがたい。これはちょっと予想外でしたね。いや、きつい仕事しておい、あー、きつい仕事にする必要ないんだもん。簡単な仕事にしておいて稼いどいた方がいいんだよな。あー、今日の仕事は疲れたな。おいらもよく働いたでやんす。どうでやんす、ゆきくん、ぐいっと一杯やりに行かないでやんすか。お、仕事の後の一杯はいいよな。ここは一緒に行っておきましょうか。よし、それじゃ一緒に行こう。早く行くでやんす。気力回復もありますし、仲間評価も上がるんで。ランニングか。そういえば野球班以外の連中って何してるんだ。あれは短距離走でやんすね。あとはマラソンとか幅跳びとか重量上げとか、なんだか運動の基礎能力を見るような競技ばかりだな。おいおい、おかしなこと言うなよ。俺は重量上げだが、力だけじゃなくタイミングとか技術が必要なんだぞ。あ、すいません、そういうつもりじゃなくて。まあお前ら野球班はいいよな。一軍に入れば対外試合ばかりで島の作業なんてしなくていいんだろ。他の班には試合なんてないんだぜ。でも成績が良ければペラがもらえるんでしょ。まあな。おかげで150キロなんてものまで上げられるようになっちまったぜ。どういう、150キロって成人男性2人分ぐらいあるからね。いや、あなたが、以前から重量上げの選手だったんですか。いいよ、この島に来てから始めたんだけどな。もっと作業に戻らねえと。いくらなんでもあの体格でその成績は変だぞ。ここも島の秘密が関係してきます。じゃあちょっと待って、これ最初の方楽な仕事にしておいて、給料が上がってきたらきつい仕事にした方がいいんで、もうなんかなんとなくきつい仕事言っちゃったね、さっき。体力保ちながらこれ言った方がいいですね。あー、もうなくなっちゃった。本当にここの飯は量が少ないでやんすね。あれ、中田さん、そのおかず食べないんですか。中田さんのおかず、あー、腹壊してて食欲ないんだ。欲しかったらやるよ。本当ですか。じゃあいただきます。オイラにはないんでやんすか。あ、これも食っていいぞ。中田さんはいい人でやんす。中田さんのおかずっていうとちょっとなんか意味深でやんすね。じゃあ兵器工場行って、これで楽な仕事でもうちょい、あと10回ぐらいは楽な仕事でもいいかもしんないけど、でも所持金怖いからな今回。じゃあこれは相変わらずの昼寝にして体力回復。あ、暗がりさん、あ、君でしたか。体調はおかしくなってないかい。ここは体がおかしくなったらすぐにお払い箱になってしまうからね。ええ、おかげさまでなんとか大丈夫ですよ。ところで、暗がりさんはどうしてここに。え、私ですか。恥ずかしい話ですよね。聞いとこう。娘がね、大学に受かったんですよ。よかったじゃないですか。でもね、大学に行かせるのにお金がいるんですよ。大学ってそんなにお金がかかるんですか。いや、医学部なんですよ。医者になりたいらしいんですよ。最低でも1000万は必要らしいんです。私学の医学部高いからね。お金がないせいで娘の将来をダメにしたくはないでしょ。できるんですよ。できる子だから余計に。娘さんには何て言ってここに。いいえ、別に何も言ってないんですか。ええ、でもよくしてくれる人が周りにいますから。モグラーズの面々ね。そんないいんですか。そんなので仕方ないじゃないですか。でもやっぱりきちんと話をしておけばよかったですかね。まあ、もう一生の別れになるかもしんないんだから、こんな島来ちゃったら。話すべきだったとは正直思うよ。心配もするだろうし、アキラくんもいるしね。
やこれでカンカンして、ほら渡辺が喋ってる暇があったら手を動かしやがれ。三谷さん活躍してんね。小杉、ボルトは対角線の一組ずつで締めろと何度言ったらわかんだよ。他の奴らもチンタラやってっと。怒りのプラスチックハンマーが飛ぶぞ。ここに来ると張り切りますね。なんでそんなに一生懸命なんです？機械屋としてのプライドだ。俺はネジ一本手抜くつもりはねえからな。すごい迫力だな。江川班長も工場の中だけは三谷さんに口出ししないでやんす。機械屋って言ってたけど、あの人昔は何の仕事やってたんだろう。さあ、ロボット職人とかじゃないんでやんすか？あるかよんな職業。まあありそうですけどね、パワポケだったら。パワポケの世界ならありそうですけどね。で、これで、兵器工場、楽な仕事。なんで？嘘、マジで？うわ、最悪事故った。うわ、最悪事故ったんだけど。なんで？怪我率そんな高くなかったのに。やっぱマスク必要だな。なあ、君が2軍で一緒だったボンダっていう人の話をしただろ？まだ。でも、ボンダはモグラーズの選手で君はモグラーズにいたことがない。どこで知り合いだったんだ？俺は嘘はついてないぜ。ひょっとしたら、お前何かすごい秘密を持ってるんじゃないか？どうせ言ったって本気にしちゃくれねえよ。言ってみろよ。俺だってすごい身の上なんだぜ。はっ。どうせ未来から来たとかとんでもない出任せを言うつもりなんだろ。まだ仲間評価低いんだな。え？実は本当にそうなんだけどな。これ仲間評価低いとダメなんですよ。オッケー、じゃあ今、ちょっと待って。でもそう、いやー、一回回復だけしていい？回復だけしたら今回のパート終わりにしよう。ちょっと。1で終わるのは嫌なんで、沙織ちゃん人形で節約しながら回復しておく。今日はこの辺りの草刈りを行う。午前中に終了させるのだ。声が小さい。よろしい。チェ、この作業はフェラグもらえそうにないな。バオ来た。すまね、ちょっと通るよ。これ右側にしとかないと敏夫君ルート出ませんからね。誰なんだ今のは。バオってやつでやんすね。この島の原住民でやんすよ。ね、島の反対側には集落があるんでやんす。でも日本語喋ってなかったか？戦争が終わった後もこの島に日本兵が住んでいたそうでやんす。それに今は BB 団の連中が日本語を話してるでやんすからね。へぇ。バオ君もね、いるんですけど。あ、で、兵器工場とか事故ると、さっき給料上がってたんじゃないですか。初期値に戻っちゃうんですよ。なんで本当に事故は嫌なんですけど、理不尽な事故が多いというか、怪我率当てになんないのがパワポケなんでね。今後も気をつけていきたいと思います。じゃあ今回はここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。